はい、では肩の真下に手首です。指10本大きく、足の幅はだいたい腰幅。はい、でさっきねキャット&カーブみたいな動きをしていただいたので、今度はねここからお尻と股関節周りほぐしていただきます。はい、では手のひらを1枚分もしくは 1.5 枚分ぐらい前。はい、ではそしたら手首の上に肩、前にシフトです。その場で吸います。はい、ではヒップサークル入れていきますので、吐く息が来たらお尻を右から回します。右回してお尻かかとに下ろす。吸う息が来たらお尻左から回してあげて、手首の上に肩が乗っかります。でご自身の呼吸でお尻右回しお願いします。うん、で手と足の幅、手足の距離はもちろん変えていただいていいです。足の幅、手足の幅広い方が回しやすいですって方は手足の幅は広げていただいてもいいし、手足の距離も変えていただいて OK です。あ、そうそうそう、いきなりこう頑張って大きくじゃなくてもいいので、まず動きに慣れてあげてください。うん、で一番ねお尻に刺激が入ると思うので、お尻周りのねちょっと感覚を感じてみてくださいね。お尻が動いてるってことは一緒に股関節も動かしていただいてます。そして肩、肘、手首、お膝も今一緒に動いてる、関節ね全部動かしていただいてます。でお体がね動きに慣れてきたら、もうマットからお尻がはみ出るぐらい大きく回していただいていいです。いやー膝がーとかっていう方は別にそんなに大きくなくてもいいよ。うん、もし可能であれば大きく回してあげて、お尻伸び縮みさせたり、股関節もね今ね伸び縮みしていただいてます。うん、自分のね硬いところもちろんなんとなく感じると思うし、まあ動きが気持ちいい場所もあると思います。はい、ではご自身のタイミングで反対回しもお願いします。もちろん左右差はありますので、あ、そう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 、あー左のお尻硬いなーとかね、いろいろ感じてあげてください。で、さっき同じでね、硬くてもいいし柔らかくてもいいんです。今日の体をぜひ感じてみてください。明日同じ動きをしても同じところに刺激が入るとは限らないので、今日のご自身の体ですね。そう、365日毎日お体の感覚が変わるので、今日この瞬間の感覚をぜひ味わってみる。はい、では吐く息が来たらお尻をかかとに下ろしていただいて、おでこを床、肘を緩めてあげて、全身脱力。チャイルドポーズですね。一般的な、あ、お休みのポーズになります。一般的なチャイルドポーズ、この形ですね。今日は腕を前に伸ばすと肩がちょっと苦しいなーっていう方は、腕を後ろに払っていただいて、手のひら上向き、背中をだらーんと肩甲骨外に垂らしていただくと、背中肩は楽になりますので、今日のご自身の体に合わせて手のひら重ねて枕でもいい。うん。別にね、お尻はかかとに降りなくてもいいんです。あ、そうそうそう。たまにね、生徒さんからね、お尻かかとに乗らないんですけど、うん、乗らなくてもいいんです。できるだけ、まあ、お膝広げてあげてもいいし、全身がだらーんできてれば OK。なので、お腹が今突っ張ってますって方は、お膝広げてあげていいです。ももの中にね、ももとももの間にお腹入れちゃっても OK。自分のお腹の力が抜けて、首、肩、背中、ゆっくりね、力み取っていきます。はい、では腕をね、後ろに払っていただいた方は、腕を前に伸ばしたチャイルドポーズをお願いいたします。ここからね、ダウンドッグ入っていきますので、手の幅は肩幅よりも2、3センチ広め。
手のひら思いっきりパーでお願いします。はい、ではダウンドッグ入っていきますので、その手の位置はそのまんま、ゆっくりとお尻軽く持ち上げていただいて、つま先立てて手で床を押して、お尻斜め後ろに持ち上げていきます。お体で三角形作ってみましょう。うん、でさっき言ったね、手の幅大体肩幅よりも気持ち広め、足幅は腰幅が一番バランス取りやすいかなと思うので、まあ腰幅程度にしてあげます。はい、ではその場所で足踏みなどが必要な方は足踏み、うん、足踏みしてみたり、お尻左右に大きく振ってみたり、もう今日首の後ろがちょっと硬いなって方は頭揺らしてあげてもいいです。うん、おいいね。でね、顎引いちゃっていいよ。顎引いて首後ろだらーんしてあげていいです。そう、頭が上がると首の後ろ詰まってるはずなので、ぜひね、首の後ろも背骨になりますので、首の後ろも楽に。で、慣れてる方は耳と肩離してあげてください。おいいですね。はい、では吸う気が来たら両足を手と手の間にお願いします。何歩かかっていただいてもいいです。足の幅は楽な幅でいいので、一回脱力、膝曲げたかったら曲げちゃう。はい、では膝緩めながら吸う息、背中丸めながらロールアップで起き上がります。今日はご覧になっていただきありがとうございます。ノアチャンネルの登録ぜひよろしくお願いします。